頭が倒れてるから角度必要なんですよ。これ、これ、これ。ってことは、この動きをしすぎてると、はい。整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただき、どうもありがとうございます。このチャンネルの中では、3年以上続いている腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対しての根本的に痛みを解決していく方法を紹介していてというふうな患者さん向けの動画になります。もしね、3件以上の病院、整骨院に行っても痛みが全く改善していない、もしくは痛み止め、湿布、マッサージを受けてるんだけども、その場合いいんだけども、またぶり返してしまうっていう痛みがある。そんな患者さんであれば、この動画を見ることによって根本的に解決する方法、原因を発見する方法を紹介していきたいと思いますので、ぜひそんな患者さん見てみてください。あ、松田さん、はいよ。なんか手首が痛くて、手首めっちゃ痛いじゃないですか。なんかスマホで痛いとか、おうおう、これちょっとなんかひねるようなことですか。小指側が痛かったりするんですか。小指、ここね、はいはい、ここですね。でも TFCC じゃない。なりましたね。OK。TFCC 損傷かなと思います。三角線維軟骨複合体ってやつでして、いわゆるこの人体とか軟骨がたくさんあるところで、ここ空洞になってるんですよね。空洞になってます。で、基本的には人間の体って、こんな風に尺骨って言うんですけど、小指側に動くの、尺骨がある、尺骨って骨があるんで、尺骨ってやつができやすくて、頭骨って頭骨側って、ね、親指側の骨があるんですけど、こう二つ骨があってね、こっち側は行きにくいって状態。で、なんでかって言ったら、ここに空洞があるから行きやすいんですよ。で、こういう横に動くってことができることで何が起きるかっていうと、何か回したり、握ったり、で、握ったものを前に向けるっていう時に、これ横に行けなかったら、この持ったものを前に向けるって難しいじゃないですか。だから、こう持ったものを前に向ける。いわゆるこういう動作ありますね。何かといったらさっき言ったけど、ドアを開くとかっていうのは、いわゆるこのスペースがないとできない。逆に言うと、このスペースを埋めることでこういう動きができていく。ってのが、いわゆるこのスペースがあることで、骨がないことによって、しっかり動ける状態を作れる。ね、なんか動作ができる。だけど、ここのスペースが何もないと、歯止めが効かないとか、いっぱい動いちゃうから、人体とか軟骨だったりを使って、動きすぎないようにはしてるっていう状態の場所が、この TFCC っていう場所になります。いわゆる空洞があることで、いろんな動きがしやすくしてるよっていうのがあると思ってください。で、多分、ここが、この軟骨があるじゃない。これが炎症を起こしている状態が、いわゆる TFCC 損傷ってやつ。で、これなんでじゃあ起きるんですかって言ったら、もう純粋にいろんな原因論言われてますけど、オーバーユースです。いわゆるオーバーユースなんで、使いすぎです。使いすぎてる状態。いわゆるここって軟骨なんで、当たっても大丈夫なには設計されてるけど、何回も当たると、そりゃ骨じゃないんで、崩れますよ。痛みますよねって話です。何回も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 当たってると、軟骨でさえもすり減ります。人体も当たります。それ以外も傷がついちゃいます。で、TFCC って実際のレントゲンだったりとか MRI とか取っていくと、ここの人体とか切れてる人って、だいたい8割ぐらいの人が切れてる。ただ、その中の痛みがある人ってごくわずか。いわゆる2割ぐらいって言われてます。で、何かって言ったら、まあ、ほぼほぼ切れたりとか、損傷はね、みんな起きてる。例えば、手を思いっきりついて、そこから痛みが出ましたとかって人いますよね。これもね、TFCC 損傷が起きたりとか。いわゆる傷がついてるんですよね。ただ、傷がついても痛みが出るか出ないかっていうのは人によって違うよって話。ただ、2割の人っていうのは、どんな風に起きるかっていうと、ほぼほぼですけど、やっぱね、炎症が起きてる状態。いわゆる、使いすぎなんですよ。傷ができたりするのは当たり前。ただ、使いすぎると、何回も何回もここに傷がついちゃうと、それは1回の傷よりも何回の傷の方が痛いよねって話ですね。だから、これが TFCC の損傷。いわゆる、オーバーユースなんですよ。じゃあ、このオーバーユースが、なんで起きるかがすごく大事で、これはほぼほぼ、これ、これです。これと、これ。何かって言ったら、ここってさっき言ったけど、どんな場所ですかって言ったら、スケさんどんな場所？空洞。で、どんな動きが起きる？違う！くっつく。くっつく。そうだね。くっつくんですよね。くっついて当たるんですよ。ってことは、オーバーユースって何かって言ったら、こんなんでもなくて、オーバーユース、これなんですよ。これ、これ、これ。ってことは、この動きをしすぎてると、良くないよって話ですね。で、この動き、良くするとこってなんか、どこら辺である？日常生活の中で。剣道してたんですか？してないでしょ。まあ、剣道。で、ちなみに剣道が上手い人は TFCC にはなんないです。これまた後の原因論で話しますけど、この、いわゆる、何でもそうです。この TFCC 損傷が起きやすいのは、手で何かを持って作業をしたりとか、スポーツする人。例えば、野球、テニス、あとは、さっき言った剣道とか、こういうのが起きやすいんですよ。けど、この TFCC 損傷は、下手くそな人が起きます。大体。あ、これなんかクレーム来るかな。大丈夫。
で、下手くそばっかりじゃないですよ。本当に使いすぎてる場合なんですけど、何かって言ったら、野球でやったら手投げなんですよ。手で投げちゃってる。手じゃなくて、上手い人って体で投げますよね。体で投げるから、手の負担ってないんですよね。手が痛くなったってよりも肘が痛くなりますね。あれと一緒で、基本的には全身でちゃんと投げれる状態が作れれば、手に負担が来ることになる。でも、肩も動かない。肘も動かない。手で頑張るしかないってなると、こんなになります。テニスでもそうです。テニスでも、こうなって、肩でちゃんとグッと肩甲骨で入った状態に行くと、手はそんなに動かなくていい。けど、肩動かない。肘動かないってなると、こんな風に動かしたり、こう動かしたりとか、こうなったりとかっていう手がめっちゃ頑張る。剣道もそう。ちゃんと肩が、肩甲骨が使えてる状態であれば、この肩とか肩甲骨動きでここは固定したままできます。でもこれが動かないと動かないこれなんですよ。こんな剣道の人あんまりないじゃないですか。この人とこういう人とどっちが上手いかって絶対こういう全身使える人の方が上手いでしょ。だから肩だったら手首使ってるのみんな使ってるんだけども、肩とかがしっかり動いてないからここ使うしかないってなってるんですよね。でそれがどんな動きかってこれなんですよ。これね、この動きで、この動きが本当に多くなるのが何かって言ったら、スマホなんですよ。スマホ、これでしょ。これなんですよ。こうでしょ。何か、こう、まっすぐなってるものを、こう向けるっていう動作って、いわゆるスマホなんですよね。だけど、これって面白いんですけど、胸張って、こうすると、あんまりしなくていい。胸がこうなると、こうしないといけなくなる。いわゆる猫背とかなってる人は、さらにこうしないといけない。姿勢がいい人は、こういう状態で見れるんですよ。頭が倒れてるから、角度必要なんですよ。こうしないといけない。けど、胸がしっかり伸びてたら、まっすぐ向いてるじゃないですか。だから、倒さなくていいんですよ。倒したら見えない。逆にこうしないといけない。から、ここ使わなくていいですよね。だから結局、胸郭とか肩がこうなったりしてたら、使わないといけない。これに合わせて。けど、しっかり胸が張れてたら、使わなくてよくなる。だから、もう一回言います。オーバーユース。使いすぎです。手首を使う動きだったりとか、野球、テニス、剣道、もしくはスマホもそう。でもスマホでさえも、ここが動きすぎるか。首がこうなった。こうしないといけない。だから、胸郭、首がしっかり立っている状態。猫背改善しようねって話ですね。ただ、TFCC 損傷がそもそも起きるのはここだよって話。ここが改善すれば、まっすぐ起きる。そもそもこうしなくてよくなる。まっすぐなる。ここに当たらなくなってくる。っていう話だと思ってください。ってことは、何しないといけないかって言ったら、わかりますね。ここじゃなくて、ここ治療しようよって話です。猫背、巻き肩。それとね、これがしっかり改善できれば TFCC も改善してきます。で、これで TFCC に対して、こう炎症に対してね、治療するときももちろんあるけど、ここだけに治療してても意味がないですね。これが起きる。こっち側の大元治療しないと、それ解決しないねって話。だから、TFCC で湿布貼ったりとか、注射打ったりとか、全くこれって根本的な解決になってないんですよ。大事なのはこっちに対してのアプローチなのに、こっちばっかりアプローチしたら、改善するわけないのよって話です。だから、狙うべきはこっち側。と、今からね、ちょっとそれが本当にこっち側の原因なのかっていうのを見つけていく方法をね、原因発見法を紹介したいと思いますので、このまま見てください。はい、ということで、TFCC 損傷の場合なんですけど、ちょっとね、これは炎症が起きてる場合であれば、すぐに痛みが解決するわけじゃないんですけど、動きが楽になったりとかがあるかなと思います。で、その TFCC が激しくない、炎症がない場合とかであれば、ぐーっと動かした時の痛みとかが改善しやすいかなと思います。で、これは非常にシンプルでして、結局こういう風になっちゃってるから使うしかないよって話だったじゃないですか。まず、この動きをしてみて、あ、これぐらいで痛いなっていう動きとかやってみてください。で、胸を丸くなっちゃってるので次は張るんですよね。なんで、後ろで手を組んでもらって、いつもやってますからね。これ、自分の方に手のひらを向くようにしながらグッとやると胸が張ります。これ胸を張った状態。にしてみてください。で、これはね、胸を張るっていう動きは、菱形筋って言って、この肩甲骨の内側の筋肉を鍛えていく必要があります。で、うちのね、整体院とかではこの菱形筋を鍛えたりとかっていうのはもうマストでやってますからね。もし、しっかり TFCC とか改善したいとかであれば、ぜひね、全国に店舗ありますんで、ぜひね、そちらの方にお尋ねしてみてください。概要欄の方に貼っとくので。まあ、これだけギューってやるの、3回ぐらいね。ぐーっと、1、2、3、4、5。肩甲骨を寄せるイメージですね。この、ぐーっと、しっかり手のひらを下に返しながら、1,2,3,4,5 okay. でぐーっと返して1,2,3,4,5 でしっかり胸を張れた状態を作ってください。でこの状態でスマホを持ってこう動かしてみたりとか手首動かしてみたりしてさっきより楽だなっていうことであれば胸郭が原因で手が痛くなっている可能性があります。TFCC は炎症から起きてるんですぐに痛みが楽になるわけじゃないですけど多分これをね1ヶ月間ぐらいずっとやってみてなんか楽になってきたなってことであればこっちが原因になってますよね。なんで、手首ではなくて、胸郭に対して治療するってことを意識してやってみてください。で、さっきも言いましたけど、本当にこう、治療技術が大事なわけじゃないですよ。ここに何十万する注射を打ったとか、
すごい薬を飲んでみたって解決するわけじゃないです。ここに対してのいわゆるストレス、いわゆる力が加えすぎてるからずっと痛みが起きてるわけだから、これに対して湿布を貼ってみるっていうのはいわゆるもうその場しのぎでしかないですよね。大事なのはこの痛みが起きないように、この動作が起きすぎないようにするには何が必要かってちゃんと考えてください。でこの痛みは必ず考えていけば原因がありますから、生まれた瞬間から痛い人いなかったはずです。でも痛みが途中で生きてる中で起きたんだったら何かの原因があったから痛みが起きた、原因がなかったから痛みがなかったはず。この原因見つけていけばちゃんと痛み解決できます。それが私たちで解決できるものなのか、手術しないといけないのか、もしくは難しいのか分かんないです。ですけどちゃんと一個一個やっていけばどの原因か分かるはずですから、でこの原因をしっかり見つけていって、そしてそれに対して治療していく。だから一回で治そうってそもそも人間の体に吐くですから、しっかりこの回数を重ねていく。体の悪くなった時間と同じぐらいちゃんとかけない。30年かけたんだったら3年は必要です。例えば10年かかったんだったら1年はしっかり必要。本当は同じぐらいね、しっかり時間を使っていく必要があると思います。一発で治るんだったらもう治ってるはず。かかった時間をしっかりかけていきましょう。そうすればでも解決できるんだったらどれだけ楽になるか考えていただければと思いますので、ぜひね TFCC だったりとかもそうだし、腰痛膝痛とかね、いろんな痛みに悩んでいる方、ぜひねこの原因を見つけることをやっていただければと思います。必ず痛みは解決できるようになってくるし、少なくとも原因は分かってくると思いますから、しっかり、ね、原因を見つけるってことをやってみてください。はい、ということでね、今日の話よかったらぜひチャンネル登録、あと高評価コメントいただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あとね、さっきも概要欄で言いましたけども、概要欄の方に店舗の情報全国にやってますので、ぜひねそちらの方も来店してみていただければ嬉しいなと思います。ぜひねよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はねこれで終わりにしたいと思います。ぜひね痛みの根本的な原因見つけて、痛みを根本的に解決して、痛みがない生活送ってみてください。では今日はここで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。